ごきげんよう、劇団コバシライトの店です。お疲れ様です。ノートツアーロルバン編ですね。第3弾にして初めてロルバンなの、もしかして。システム手帳の回でね、ロルバン出てきはしたけど、メインではない。まあないね。ロルバンって、まあ、ツンロルが結構今ロルバン界ではトレンドなんですよ。言ったらコレクション系の動画が多いし、ツイッターとか見ててもツンロルを懺悔する方々、もう買ってないと言い張る方々を含めね、まあそれ約1名ですけど、まあいろいろいらっしゃる中でどう使ってますかみたいなところちょっと触れていこうかなということで、まあ、今回はちょっとコメントでも反応があった僕の日記ですね。普通につら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 とさ、日記書く、まあまあルームも書いてるわけでしょう。そうですね。あの、大したもんだよ。書けないよ日記なんて。そうですか。まあ続いたことなんかないね。まあそれだけど日記ってね、結構便利なのよ。一日あったことっていうのをこうそれなりに自分の中で脳でまとめる行為によって、これ無駄やったなとか、これ専用にしとこうとか、これもっとやりたいなとか、自分を発見する機会になると思うのね。でバレットジャーナルを基本としたノート術、バレットジャーナルから派生したノート術だと、ラピッドロギングって箇条書きで書いていく。で私もそれを実践はしてる。だからそのラピッドロギング的なことはあるんだけど、日記はそもそもこうチャンネルにする前から、ノートを書く時間が圧倒的に増える前からやってはいたんですよ。2、3年は続いてるのかな。あ、続いてるじゃないですか。そう。いや、さっき続いてない。あ、だからちゃんとした日記はね、この日記の書き方ならば2年ぐらいは優に続けるんちゃいまっかっていう。どんな書き方なんですか。まず日記の続かない理由ってやっぱ身構えちゃうことだと思うのよ。今回こんぐらい書けたけど今日マジ書くことねえなとか、その量の差ができたり、気合が入ってる時入ってない時の差で、気合が入ってるのに合わせると足りないみたいな。あともう一つ、最近日記続かないってもし悩んでる方はこの動画でいるとしたら思うんですよ。日記よりも便利なものが増えちゃってるんですよ。ツイッターとか、例えばツイッターってさ、日記の前借りなんだよね。日記ってさ、終わった後にさ、自分で記録して自分で見るためのもんやんか。ツイッターってさ、それ人に見てもらえるんやん。自分を満足させるためにやってたものを人にいいねをつけてもらえるっていうことになってくるわけよ。あ、でももっと言ったらブログよ。ブログも日記って昔読んでたから。だからそうやって考えたら、じゃあ日記じゃなくてブログ続けてたらそれはもう続けたことになりませんかねと。そうですね。そうなの。だから自分があったことを記録する、日々の記録って意味では日記よりも便利なものが多すぎるの。だから続かない可能性があるんじゃないかって俺は思ってるわけ。だからそもそも日記が続かない人の中の一部は俺そこがあるんじゃないかなと。そもそも日記やる必要あるんですかみたいな。日記に書きたいことをもうツイッターとか、まあ、遊びでやっちゃってないって、それを日記って呼べばいいんじゃないって思うわけよ。でもなんだろう、この日記を続けれないっていうのをコンプレックスに思ってる、物事を続けれないってコンプレックスを持ってる人向けですから、基本インマイルームって。できない人がハッとすればいいって思ってるチャンネルだから、だから基本的に日記にそういう何があったとか何食ったっていうことは書く必要ないと思ってるのよ。ツイッターやってるし。え、じゃあ逆に何書くの。実は、これは日記ではないんだけど、ミーニングノートっていうノートテイキングの考え方があって、初めて聞いた。ちょっとまあネットで検索してみて、あの本が出てるから、その本のこと説明するのなんかあれちょっとルール違反な気がするのよこれ。あ、はい、なんかこうバレットジャーナルみたいにオープンソースじゃないのよミニングノート。ちょっとね。でそれの変形だから、まあ、ミニングノートを検索してもらって本を買って、その著者にお金を払って、読んでもらうとさらに理解が深まると思いますよ。まあ、早い話、その日に手に入れたものを書くんだよね。まあ、もちろん失ったもんでもいいと思うんだけど、本当はポジティブシンキングのためのミーニングノートだから、まあ、手に入れたものを書くべきなんだけど、物理的なものでも物理的じゃないものでも関係ない。いいと思う。一日にさ、例えば私は3行3個書くんだけど、3個ぐらいなんかあるっしょ。今日一日意味があったなと、生きてて意味があったなと思うこと3つぐらいない？逆にそれだと書けないかも。あ、これはね、そこのトレーニングなんだと思う。例えば昨日だったらちょっとあの別の、チャンネルの収録に参加して、すごい高いウイスキー飲んだよ。高いウイスキーが美味しかった。であのホテルのデイユース使って昼間はぐっすり寝た。で生配信ちょっと疲れてて早く終わっちゃった。これ3つ、こんだけ、これを書くの。3つダイジェストにするって感じかな。3つ書けない時も全然あるんよ。え、そば食った、美味しかった、えみたいな。しかも何もなし、それ以外何にもなかったら1行埋める入れるけん、まあ実質1個埋めれるんやけど今年じゃないけど目が覚めたって書いたことあるんよ。え、目は覚めるでしょ。 目は覚めますね。じゃあ OK だよ。だから3行なら書けるんだよ。足りない方は OK なんよ。あり余ってる方が困るんだよ、うん、どれ3つにしようって思うわけよ。あ、どれ3つにしようってなるわけよ、うん、でもその3行に押さえておくことによってとりあえず毎日続けれる、まあ、1日の終わりだったり次の日の朝でもいいと思う。
まあ、だからその産業で、ああなるほどね、はい産業人気ね、はいはいって思うかもしれないけど、ちょっと僕はそこ工夫してて、ちょこれ1月10日からになっちゃってるんだけど、1週間ごとに書いてるね。1週間まず日付を書くのよ、こんな感じで、はいはいはい、でポチ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 、これのおかげでさ、とりあえず 書かなきゃ気持ち悪くなるから書くんだよ。で別にね、数日ぐらい飛ばしても遡ってツイッターとかさ、写真とかを見直してこんなことあったなと思い出して書く、うん、だから貯めたっていい、正直貯めたって産業だし、まあね、うん、で最悪気持ち悪かったら1週間飛ばして、でこのページ捨てたらいいのよ。もうその1週間は多分ね、産業すら書けなかったんだから、多分ね捨てたって大丈夫です。いいでしょ、そんな日があったって。人生のうち1週間ぐらい余裕で意味ない日なんかあるでしょ。うん、だから捨てちゃっていいんだけど、まあ、とにかく先にポッチを書いておく。そうするとすごい続けやすい。で1週間書ききんじゃん。そしたら、21本あるのね。この21本でベスト3を決めます。これが楽しいんだよ。どういう基準？いやもうそんなのはその日の気分。ちなみにその3つは、今回のトラベラーズノートの使い方をずっと迷ってたからそれが進んだっていうのと、ライズ達者で動画を撮った、あの多分あのシール貼るやつ、はいはい、でインスピックをもらってしまった。そんなこともあったの。そうそうそう、でこれがベスト3だなって言って引く、うんうんうん、これをずっと続けてんの。まだ1月のやってないんだけど、1月で、だから21本のだいたい50本ぐらいできるのかな。その中のベスト3が12本ぐらいある。この中からベスト3を決めるんですよ。あ、さらに月のベスト3、うんうん、それを記録していくのよ。これが面白いんだよ。なんかね、その月の3を決めようと思ったら、あの1週間のベスト3じゃないのを選びたくなったりもするのよ。つまりね、やっぱその人間ってね、今生きてることに対してすごく貪欲になれるんやけど、未来のことって先延ばしにしたくなるし、過去のことって、引きずりがちになっちゃう。だけどこういう風に記録をして客観視をする。で1週間でね、21本全て大切な自分の記録だけど、その中から3つを選んで18本捨てちゃうっていう行為をする。そうすると自分は今何を大事にしてるのかとか、自分は大事に思ってることっていうのが記録されるんよ。これは SNS で出してもいくらいいねがついてもダメなんですよ。その時の記憶でしかないし、その時の感情でしかない。もちろんそれでいいねが来たら嬉しいけど、次に繋がるかって言ったらこれは微妙なラインなんですよ。でそこではいいねがつかなかった自分の考えが後々生きてくるかもしれないし、自分にはプラスかもしれないよねってことがあるから、やっぱ自分に向き合う時間っていうのは必要で、この産業を自分で記録していく。でこれを1週間の中から無理やり3つ選ぶ。1ヶ月になったらまたそこから無理やり3つ選ぶ。これを1年間続ける。そうすると36本の1行ができるのよ、ベスト36が。これを見たらね、ニヤニヤするっていう気持ちいいんですよ。なんでこれが、ロールバーンでやると1週間1枚で、こっちが使わねえからツンロールね、してしまってると、してしまってるって言っちゃあれなんだけど、まあ、使ってない方がいらっしゃるんであれば、で日記ね、いや書いてないよとか、あの書いても続いたことがないって方は、この方法ならいかがですかと。産業でいいです。続けれる側の人はそりゃ、お、本当にこんなもんでいいのかねと思うかもしれないけど、だから僕は結構穴デジじゃん。デジタルもどんどん使っていく、デジタルの方が便利なものをわざわざ手帳にする意味はないと思ってる人間だからね。文房具大好きだけど、だからアナログだから大事なものってなると、やっぱアウトプットなんですよ。書き出していく。自分の脳から要はダウンロードして情報を仕入れていくだけじゃなくて、やっぱり自分からアップロード、自分で知識を作る、自分の考え方を作るっていう時間の方が多分アナログにね託されたもんだと思うのよ。そう、これなら俺絶対始めれると思うし、続けれると思うの。でこれはもともとバレッジャーナルにやってたんだけど、見開きでウィークリーログでこっち側にポチ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 ってあって、うん、その日のページを書いていくみたいなのをやってたけど、今はそれを独立させてエッジバーンに書いてます。というわけで、あのもしね日記悩んでる方がいらっしゃったり、やってみてるけどなんか楽な方法ねえのかと考えてる方、あととにかくツンロールを消費したいんだと、確実にこれ1年で1冊消費できますから、確実に消費できますから、目を覚ます人は絶対に使えますから、あぜひこれ、やってみてください。マーカーとボールペンだけでできます。この動画がねいいと思った方も良くないと思った方も、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ハッシュタグでイマルミンというハッシュタグで、視聴者さんが交流してますので、ぜひそちらの方も、よろしくお願いいたします。他のねイマルミンの方も動画発信されてる方の、動画投稿のお知らせとかも出てたりするんで、そちらの方も追いかけてみてください。で、毎週月曜日、10時から10時半ぐらいかな、そこら辺からお休み配信という夜更かし配信をやっておりますんで、ぜひね、私はもう月曜日だけは夜更かしないと困るんだという方は、ぜひBGM がてら、聞いてみたらいかがでしょうか。今日こんな感じです。よろしくお願いします。おしまい。これはまた君の母ちゃんからもらってた。あ、差し入れそれだったんですか。うん、うん、あ、2色あってね。2色そう、もう一つあった。へえ。はもう飲み切った感じ。いや、まだ
ちょびちょびと、うん、いいやつだからさ、これはなかなかここぞという時しか。いや、持ち込みのあそこでみんなで飲み切ったのかなと思って。あっちはね、あっちでね、もう周知肉林だったのよ。別の方が親子寄せのに行けないんで送りますって言って来たお酒がまたドンとウイスキーがあって、こっちがね、もう値段はもう言わないよ。あ、はい。けども、うん、あの野次が大変だと、これは大変ですと。嘘。もう鷲野くんもうーんと、あの酔っ払った時のあのグラスの持ち方して、もうあかりさんも清美さんも楽さんもみんなわーってね、今しれっと言ったけど清美さんも来たから、あ、うん、出演者だから、うん、うん、うまいうまいって秒でなくなったよ。720ml、すごい、もったいないぐらい、すっごい高いんだよ。もう一個あるから、これも2本目で見せるけど、こっちもすごい。値段は放送では言わんけど。あ、はい。もう調べたら分かると思う。ああ、調べちゃってください。待ってんの、やだ、もうちょ、何今プライベートだと思ってた、もう何なの。いらん、そういうのいらん。いや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 、待って、どうしよう、もうこのまま回しちゃう。もうほんとガチじゃん、回しちゃう。おまけ増やしてくれてますか。ああいう演出ってほんとぶん殴りたくなる。ああいう演出ってほんと何なんだろうね。どういう演出、こういう演出。もうガチじゃん、もうほんと困るもんとか言ってさ。え、見たことない。絶対カメラ回って気づいてるって。え、見たことないもん。そう、日記、日記、日記とかね、やらなさそうじゃん。あ、日記ってもう少年隊じゃないよ、もう。ここでいらんて。なんで、なんで。シアターネストでやってください、それは。そうでしょう、うん、びっくりしちゃうんだから。日記と言ってない。日記さんとは関係ないよ、全然。日記さんとか、日記さんとか関係ない。日記、はい、ダイアリーの方よ。イエス。びっくりしちゃった、本当に。あ、ジャニーズですかっていうかと思って。私もびっくりした。はい。それいい、それでいいんだって。まあね。さあ、あなた書ける側だから。いや、書ける側だから日記をさ、違う、ジャニーズの方の日記さんじゃなくて、言ってない、ダイアリーの方ね。ダイアリーの方だから。もういい。この日記の書き方ならば2年ぐらいは優に続けるんちゃいまっかっていう。そう、どんな書き方。そう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 、そうでしょ、ん、違うじゃん、それそれだから番組だから。それはどんな書き方なのか、じゃじゃんでしょ。え、そんなこと続けれるわけって言って、どんな書き方。いや、それぬるっと言っちゃったらさ、この動画なんないじゃない。インマイルームにそれを求められてるとは到底思えない。いやいやいや、でもどんな書き方、チャ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 って言って、あれが入るでしょ、カットインがきっとね。ああ、そっか、うん、どんな書き方なんですか。ちゃんとちゃんと編集点作ってやんの。だから基本的に日記にそういう何があったとか何食ったっていうことは書く必要ないと思ってるのよ。ツイッターやってるし。え、じゃあ逆に何書くの。いいね、そうそう、そう来ないと。だったらどうやって書くんですか、じゃなくて逆内閣の、そういうのよ。なんでオズワルド言ったり入ったの。いや、それだよ、そういうのが欲しいわけ。そう、あ、いいね、期待、ね、期待が持てますね。何が。うん。